どれ？これなんだろうね。これなんだろう。なんか木の実。あ、くるみ？これくるみ？これは何でしょうか。くるみですかね。ちょっとくるみとも違うよね。柔らかい。うん。中にあります。じゃあどんぐり？え、嘘。どんぐりってここでしたっけ？わかんねえ、謎だな。何も知らない。うん、不思議だ。ワイヤーロープがダルンダルンになってます。うわ、そしてほら、ここみすごい。すごいこう谷になってる。本当だ。すごい谷ですね。やっぱり所々崖崩れしてるとこがありますね。旧国道の福島県側を歩いています。あとは、原道に、ぶつかるまで下りになると思うんですけど、この辺もコンクリートで、吹き付けられた乗り面になっていますね。まあ、この辺りもサビサビの標識のポールが立っていますが、標識自体はなくなっています。何かありましたか？ありません。ありませんか？すごい谷だよね、本当に。やっぱりこういう谷の深いところにはしっかりとガードレールが、設置されています。アスファルトももうすごいしっかりしてるね。しっかりしてますね。40年前からね、廃道になってるんだけども、アスファルト自体はしっかりしていますね。見上げても谷、見下ろしても谷。標高ってどれぐらい？標高は902メーターだったかな。峠の標高が、まあ、900メーターぐらい。うん、あとは下るだけ。あとは下るだけ。何もないと思う。そう、山の稜線かな。これ電波ないです。あ、電波ない。じゃあ慎重に、事故のないように。あ、じゃあ廃道とおじさん、あっち向いてあの佇んでるところを。上から落ちてくんだろうね、この木は。うわ、そうですね。うん、ストンと。ずれてきて、ずれてきて。さあ、ちょっと荒れてきたかな、道が。荒れてきましたね。うん。もう道の真ん中に木が生えて、廃道になった時間の流れを感じますね。うん。それにしても、すごい谷だね。本当ですね。うわ、これも。水が流れてきてたっていうことですね。そうだね。まさにこの、こっからね、雪崩だったり土砂だったりが流れてくるような。木は40年経つとここまで成長するってことだね。ああ、そういうことだ。うん。
お、今度はアスファルトがまた綺麗な状態に。ああ、そしてこの乗り面なんか原動のような美しさを保ってますね。まあ、ひびは入っちゃってるけど。もうちょっと今でも走れそうなぐらい道路が綺麗になってきましたね。お、快適だ。もういい。うん。もちろんこの日はなかったわけですから。うん。すごいね。うん、コンクリートの。あの綺麗な花は何だ。どれ？お、なんだろうあれ。色鮮やかに。うん。薬草だったりして。幻の約束。お、さあ、そして快適な道を歩いていたら、前方に大規模な、崩落現場が現れました。もう完全に道を塞いじゃってますね。まあ、この辺りからもうコンクリート吹き付け、のり面がもうふかふかで、いつ崩れてもおかしくないような状態ですね。うわぁ、すごい。路面からそうですね、3メーターぐらい、3、4メーターぐらい、土砂、崖崩れが、積もっている状態ですね。うわ、すごい。こちらから、崖崩れして、そして崖下へ土砂が流れちゃってますね。大丈夫ですか、そんないきなり。うん、ちょっと気をつけていきましょうね。すごいね。上から崩れて、上かなり滑り台のように崩れてますね。そしてこの乗り面を崩れ落ちて、ガードレール、道路を塞いでガードレールを突き破り、そして、うわ、怖い。そして崖下まで一気に崩れちゃってますね。いやー、すごい大規模な崖崩れの現場です。まあ、歩いてだったらね、注意していけるけど、もしかしてね、自転車とかバイクとかで来られた方はちょっと厳しいんじゃないかなと思います。よいしょ。こうしてガードレールの高さよりも高い位置で土砂が積もっていますね。もう完全に管理されてないんですね、この道は。まあ、そうですよね、通る人もいないので。
ですよね。あ、本当だ。道ですよね。あ、完全に道だね。旧道の旧道だね。今歩いてる旧道の5メーターぐらい下にもう完全に道があります。なので旧道の旧道なのかな。同じような道筋で、道が続いていますね。あ、もちろん舗装はされていませんが、もう完全に道ですね。なので、まあ旧道の旧道だと思うんですけども、道があります。この辺りも崩れています。お、え、ガードレールがうん、これガードレールは、あ、ここのガードレールが落ちたのか。わ、砂防ダム。あ、こちら側は水が流れてますね。あ、この橋にかかってたガードレールだ。いや、道の周辺にもいろいろなものがありますね。こっちも行ってみたいけどちょっと時間的にあるか。こちらの旧道の旧道の入り口だと思うんですけども、もう完全なる道になっているんで、行ってみたいんですけども、まあこの次にしますか。ここは有志の有さんのね予定もあると思うので。ああ、こっちに流れ込んでんのか、さっきの。あ、川だね。あ、川だ、完全に。あ、川ですね。うん、めっちゃ水きれいだなバーベキューしてる。バーベキューでもなんでこんなにさ、アスファルトがきれいなんだろうね。まあ雨で流されてるとはいえ、そうですね。だから40年も、ほんと他にさ、20年ぐらい行きましたよね、いろいろ。うん、行ってるけど、ここまで綺麗な廃道ってないよね、ほとんど。いや、結構勾配きついね、ここ。いや、砂防ダムだらけだね。ありますね。うん、上にも。だから、こういう砂防ダムって管理されてんのかな。どうなんでしょうね、一回作られたら。うんちだ、獣。あ、これは、これは熊かな。熊っぽいですね。うん、やばい、怖い。わ、川だ。綺麗です。すごい綺麗な水。行ってみる？下。いいですよ。はい、道の、そばにある川まで降りてきました。とても水が綺麗で、すごい透明感がある水だね。はい、どうですか。綺麗ですね。
いいですね、癒されますね、はい、平らなところに、川が流れています。わあ、水はすごく冷たいですね。廃道探検の、ひとときの癒しですね。はい、うわ、何これこれキノコ、これ、うわ気持ち悪い。はい、なんかだいぶ高度が下がってきた感じがしますね。うん、ゴールは近いのかなじゃあゴールまで行ったらまた同じ道戻るいいですよいや勘弁してくださいお、うん、ダムだ。こういうとこって渓流釣りとかする人来んのかな。しないんで、ああ、そっか、2人とも魚釣りをしないので分かりませんね。ああ、いいんじゃない。おお、堰堤の上を行ってみましょう。うわ、すごく水の透明感がありますね。なんであの白いのはシートかな。魚いないのかな。なんかいない感じ。いないですよね。なんか不思議な空間。だから平坦な地帯ではどうなんだろうね。さあ、歩いていてもだいぶ平地感があります、なのでかなりね高度を下げてきたのかと思います。有志はだいぶ疲れたのか口数が少なくなっています。まあそうですね、全行程で3キロぐらいあるんで、まあ普段ね3キロなんて歩かないので、まあ、40代のおじさんはだいぶ疲れていると思います。お、何か、あ、ガードレールがあるね。うん、あっちにもある。行ってみる。どういう場所だった。だからちょっと広場にガードレールの残骸があるので、外したガードレールを捨ててあるとこ、どうやって押されたわけじゃなくて、うん、でもなんかそっちも道見たくなってるね。ブラウン管、ブラウン管テレビが落ちてますね。おお、懐かしい。おお、ナショナル製のテレビですね。昭和って感じ、うん、まあ今はブラウン管のテレビを使っている人はそうそういないと思いますが、川、もう今走っても見えます。ああ、本当だ、もうすぐだね。これ道かな。うん、さあ、道のような跡があったので行ってみましょう。おお、うん、冷蔵庫じゃねえ、洗濯機か。あそこまで持ってって捨てんのかな、あれ。いやー、だから上からあっ、まあ道だったのかどうか謎の。うわ、何これ、すごい巻き巻きですね。
わ、これも道が、うん、砂防。これ砂防の上に溜まってんのかもしれないね、こっから見えないけど。すごいですね。あ、この砂防園庭は平成4年に建てられたんですね。平成4年っていうと今から何年前だ。今33になるんですかね。この29年ぐらい、まあ、30年近く前に建てられた砂防ダム。奥の方にもありますね。昔有名になってましたね。なあ、うん、あら、これ完全に道だね。これ完全に道ですね。あ、行ってみたいけど今日は我慢、今日は我慢。正規ルートで、あ、本当だ。いや、旧道の旧道がたくさんあって、行ってみたいですけども今日は我慢です。ぐっとこらえて我慢します。はい、そしてここまで来るとね、原道を走る車が見えてきました。ということは、この旧国道121号線山王峠を走破することになります。1時間半ぐらいの工程だったんですけども、まあ、途中ね、大規模な崩落箇所があったり、中小規模の崩落箇所っていうのがね、何箇所かあったりで、まあ、そこをね気をつけていけば、まあ、ご覧のようにね、アスファルトがむき出しになっている路面も多かったので、まあ、なんとかね、ゴールまでたどり着くことができました。まあ、こういうね、廃道を行くっていうことは、まあ、推奨はできないんですけども、まあね、動画とかでもね結構出ているんで、そういうのを見て満足していただければと思います。うん、天気のいいのどかな日ですね。あ、そしてこの親柱、この橋の親柱があって、まあ、埋まってるんですけども、ね、昭和14年、というところまでは読めますが、親柱が埋まってしまっています。あ、こっちにも、こっちは見える？ちょ、名前書いてあるね。あ、本当だ、うん、この橋、石造り、コンクリート造りの橋の、名前は新なんとか橋と書いてあると思うんですけども、見えませんね。後で帰ったら調べてみます。昔は、あ、でもおかしいな、路面がここで。そうですね、うん、ということは一回無視して直したんですかね。うん、はい、お疲れ様でした。今回の旅は旧121号線山王峠を栃木県側から福島県側へ抜けてきました。途中大規模な崩壊箇所や小中規模の崩壊箇所はあったんですけども、そこをね十分に注意して抜けて、そして、無事に福島県側へ抜けてきました。ゆうさんにとっては初めての廃道探検だったと思うんですけども、はいはい、どうでしたか。今日もはお天気が良くて、はい、とても楽しかったです。あ、はい、はい、あの優等生なお答えですね。はい、はい、また行きたいと思いますか。ノーコメントで。あ、ノーコメントで、まあ、おそらく行かないと思うんですけど、まあ、今回はね一緒に行ってくれて僕的にはすごく、頼もしかったし、安心して行くことができました。まあ、機会があったらねまた、ね、もうちょっと規模の小さいところでもいいんで行ってみましょう。はい、はい、それでは、無事ね怪我もなく完走したということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。